クリス・ヒルマンは、アメリカ合衆国出身のミュージシャン。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。バーズ、フライング・ブリト・ブラザーズなど、数々のフォークロック、カントリー・ロックの草分け的存在のバンドに、在籍していた。音楽活動を開始した当初は、カントリー、ブルーグラスのマンドリン奏者として活動していたが、バーズのマネージャー、ジム・ディクソンに、ベーシストとして、加入を要請され、 1964年にバーズに加入。当初、ベーシストとしては全くの素人であったが、次第に頭角を表し、1968年の脱退までオリジナルメンバーとして、時にはリードボーカル、ソングライティングも担当した。1968年、ヒルマンと同じくバーズから脱退したメンバーのグラムパーソンズと共にフライングブリッド・ブラザーズを結成する。 主にベースを担当していたが、1970年にグラムパーソンズが脱退後も、なお、バンドの中心メンバーとして活躍する。1971年にフライングブリトーブラザーズは、解散するが、翌1972年、スティーブン・スティルスと共にマナサスを結成。高い評価を得るがヒルマンが、スティーブンのワンマンバンド化に従い1973年に、脱退する。 1974年、リッチー・フューレイジェイリー、J.D. サウザーらと共に、サウザー・ヒルマン・フューレーバンドを結成。2枚のアルバムを残し解散。1976年からは、ソロ活動開始する。その後、1979年、バーズのメンバーであるロジャー・マッギン、ジーン・クラークとマッギン・クラークヒルマンを結成したり、1985年、 ザ・デザート・ローズ・バンドを結成、数々のヒットを叩き出すなど、グループ活動も活発であったが、1994年のデザート・ローズ・バンド解散後は地道なソロ活動を続けている。ありがとうございます。